その、傍若じゃないや、小悪魔ルシーに送ってて、それがまあ回ってきたんだ、俺に。お前、簡単に言うと、お前あんま調子乗ってると、ね、バラすぞ、みたいな、暴露するぞ、みたいなことを、なんかまあ LINE で送ってんだよ。ああいうことを俺、裏でやってんのがすっげえ怖かった。Twitter 見た？俺の。トンボいらっしゃい。俺がツイッターにあげたんだけどさ、怖いよな。あんま調子乗ってっと、お前ね、バラすぞ。脅迫だぞ。すげえ怖いと思った。ネット配信で冗談まがいに言うならまだしも、個人の LINE のやり取りの中でそんなこと言うんでしょ。いや、怖いよ。あんなことやるよ、人間なんでしょ。自分は人のことを非難してるのに、裏で、ね、そうやって LINE で、人のこと脅迫するんでしょ。怖えよな。ビビった。パカんねえ方がいいよ。たっちゃいらっしゃい。マジで。殺害予告じゃねえけど、怖いな。便所と同じ。いや、ほんとその通り。いや、正論言うな、優等生じゃなくて、普通に怖くね？あ、こいらっしゃい。俺も放送でさ、リスナーのこと脅迫したことあるんだよ、俺。そうそう。あるんです。で、まあね、刑事事件になって、それはまあ、起訴されなかったんだけど、起訴されなくて、民事でやられたりとかあるよ、そういうの。あるけど、怖くね？そんな。裏でさ、LINE でさ、んなこと言われて。俺は表だもん。オープンで。まあ、それも良くないんだけど、ビュー散らしたら。オープンな場でも良くないけどさ、裏でなおさら怖いでしょ。しかも元仲間でしょ。元仲間。俺のアンチっていう仲間同士で、だった人間たちが、そんなことやってるでしょ。もう怖えよな。ちょ、マジで。俺は思ったもんね。あとさ、そうそうそう。まあ、そこにね、付け加えて、俺まだツイッターに上げてねえんだけどさ、な？ツイッターに上げてねえんだけど、まあ、いろいろ俺の方に情報入ってくるよ。アンチオプチに入ってる人間たちがいるからな。リスナーでいるから、な、そういうのを見て、俺に、ね、情報をくれる人だったりとか、キャップを送ってくれる人っているんだけど、な？そういうの別にさ、ね、俺が欲しいって言ってるわけでもねえし、探れとか言ってるわけでもねえから、ただくれるからさ、まあもらってみてんだけど、まあそれ見てさ、小悪魔ルシーさん何か勘違いしてると思うんだよ。俺の放送に普通に来てたけど、お前裏でさ、俺の悪口をオープンチャットとかで言ってて、ここでイケシャーシャーとコメント打っている。だから俺は自分の放送を荒らされてるわけじゃないから、だから俺はね、別にあなたが別に放送でコメント打ってても、別に普通にしてたけど、お前裏では人の悪口言ったりとか、人をバカにしたりとか、誹謗中傷したりとかしてるわけでしょ？そんであなたは自分がオープンチャットで、自分の過去の画像なのかわからないけど、そういう画像を晒されたりとか、もしくはね、自分の悪口を言われたりとかしてて、あなたがね、そういう風にしてて、そこのオープンチャットは無関係なのかもしれないよ、内容が。俺のアンチオプチャだから。でも自分がやってることを、自分がやられたら嫌だよって、じゃあ自分もやめりゃいいじゃん。僕のアンチオープンチャットで、俺をバカにしたりとか、誹謗中傷したりとか、批判することをやめればあなたもされないのに、なんであなたは人にね、俺にはやってて、裏ではやってて、お前は自分がやられたら嫌なの？頭おかしいんじゃない？まず、考えが。自分がやってるってことは、自分もやられても OK だからやるんじゃなくて、自分は配信者だから、配信者じゃないから関係ない？え、配信者は誹謗中傷されても OK なんて法律あるんですか？頭おかしいんだけど。ルーシーがやってるって証拠はどこにあるんですか？ルーシーがやってるって証拠？俺、普通にキャップ持ってんだけど。ちょ、俺、キャップ持ってて言ってんだけど、俺。
本人発言の、本人発言のキャップを持ってんだよ、俺は。な？私と向かう、しかも私と向かう、ね、私、ここの、ね、オープンチャット、アンチオフチャ、俺のアンチオフチャで、ここの、そもそもそのね、使用目的とは関係ないことでこうやってやるのは違うんじゃないの？で、私のことを晒したりとか、もしくは私のことを誹謗中傷したり、馬鹿にするの違うんじゃないの？ってキャップ持ってるんだよ。普通に。出す？普通に。その、いろいろあるけどさ。な、チキータの部屋で私の悪口を言いながら、私のオープンチャ、オプチャで王冠にしておくかにわけにはいかないからね。で、まあこういうふうなの書いてあって、まあその他にも、まだあんだけどさ。うん、ね、ダダユキくんっていう人がいるのかな。ねえ、ダダユキくんに何もしてないんだけど、どうして写真貼ったりなんて嫌がらせしたの。俺怖くまるし、じゃあ何かやったか。俺アンチに何かやったか。なあ、何もやってねえのに、なんで俺はじゃあ嫌がらせされたり誹謗中傷されなくちゃいけねえんだ。そっくりそのまま帰ってやるわ。うん、マジで。あとは、ね、まあ、これちょっと全部映らないんだけど、無責任に人の写真を貼らないでくれる変な悪用のされ方するから、俺のだもんよ、お前。無責任もないもん、したろな、お前。俺の写真とかだって貼ってんだろ、そこのオープンチャットでアンチオプチャでよ。なのにお前無責任って、お前じゃあ責任持って、お前じゃあ俺の写真晒してんのか、お前。アホ。ね。で、これね、皆さんおやすみ。パルトークは、なに、パルトークの意味わかんないけど、パルトークは、こことは全く無関係だし、私は配信者ってことじゃないから、もう写真使わないで。配信者は勝手に写真さらね、使われたりとかさらされたりとかしてよくて、なに、リスナーさんは、なに、ダメなの？どこの法律だ、お前。日本人じゃねえだろ。アホか。マジさ、これ、日本人じゃねえぞ、こいつ。まあ、あとさ、なんかすげえ長文があるのよ。え？これ。ユイがやさばれしてるし、誰だって何か送ることは簡単でしょ。すぐ700人集まれる人だよ。私はなぜかいろいろやじられるし、誰かが私の名前で送るなんて簡単なこと、証拠があるなら配信に転するんじゃなく警察に通報するのが筋じゃない。なんだ筋って、お前、うなちゃんなんか、お前な、暴力なんかよ。筋とか筋じゃねえって。ね、みに、水で本当に不愉快だよ。こっちだ、うん、不愉快なの俺だ、ボケ。アホか、おめえ、生きしゃしゃとアンチ、な、散々アンチやってきてさ、生きしゃしゃと俺がもう出てきたらさ、普通に放送でコメント打っている。な、俺はそれを見てね、な、見てねえふりとかね、心のね、そこ、ね、奥に、ね、その怒りというものを抑えて放送荒らされてもいないから、バカに、放送上ではバカにもされてないから別に普通に扱ってたよ。バカ、俺だよ、気分悪いのは。アホか。頭おかしいよね。自分中心社会が回ってると思ってんの。マジで。ハントいらっしゃい。ちょ、お前何を言ってんの？もうそれ、なんかさ、個性的な名前が出るようなアンチって、ちょ、個性的な、ビスコ思わない？個性的な名前が出るようなアンチって、俺とかと変わらないことに気づいた方がいいよ。ちょ、マジで。ルーシーって何歳？知らねえよ。まあ、俺より上なんじゃねえの。お前より数段マシだろ。そのレベルなんだろ。数段だろ、数十段じゃないんだろ。数段マシだろ。だから9段もね、マシってことだろ。だから振り返れば俺がいるみたいな感じだろ。数段だからな。数百段、な、数百段、数千段だったら俺見えねえかもしんねえけど、ね、ね、9段ぐらいだったら見えるわな。マジで。
そういうことだろ。盗塁じゃん。盗塁なんだよ。だから、自分は、な、球団下にね、球団上にいるから、ね、俺、ゆいがよりマシだと思ってるんだけど、振り返れば、奴はいるだから。ああ、俺も見えるんだろ、そいつが。ここはいらっしゃい。いや、インド人も同類でだから。てか、こっち？てか、こっち？ルーシー何もしてなくね？つうか、俺、なんかした？さ、俺、インド人になんかした？ルーシーになんかした？他のアンツという方たちに俺なんかしたの？じゃあ、じゃあその、下人間が、なんかね、言うのならわかるの。なんかした？わかんない。人を不愉快にすることってさ、こうやって配信やってりゃあるだろうし、みんなを不愉快にすることってあると思うよ。みんなもそうじゃん。コメント上で俺を不愉快にしたりとか、他のリスナーさんを不愉快にすることあるでしょ。それくらいだろう。いいか、久しぶりいらっしゃい。嘘が多いからって言ったから、それでなんか俺迷惑かけたから。じゃあ俺嘘ついたから迷惑かけた？ごめんね、じゃあ。そのことについては。そんなぐらいのことじゃなくて。ごめんねですね。済むような、簡単にごめんね、済むことでしょ。嘘ついてな。そんなさ、俺、叩かれるようなことなの。マジで。叩かれるっていうかさ、なんかアンチコメント打たれて、陰口を言われたりとかさ、そのアンチオープンチャットまで作られて。顔が不愉快。見るな。顔が不愉快だろ。見るなよ。あのね、お前の設定の方で、顔が不愉快で、でも音声聞きたいっていう場合は、設定の方で、ラジオっていうのができるんだよ。うん。ラジオっていうのができるの。高画質配信せ、高画質設定だというか、普通設定だとか、いろいろできるんだけど、ラジオってできるから、そうすると、ラジオ画面になるから、画面が。だから音声だけ聞こえるから平気よ。だから、あんたの方で設定してくれ。そうできるんで、ね、僕は教えてあげるよ。まあそんなね。いや、雨が止んでよかったな。まあ明日から晴れだからな。そうだろ？まあさ、くだらないと思うぞ。ほんと。くだらない。そのさ、人が人をバカにしたりとか叩いたりとか誹謗中傷。明日は我が身で見そんなことやってる人間は、自分もやられると思った方がいいと思うけど。なんか俺間違ってっか？当たり前と思うけどな。自分が嫌いだと思ってる人は、相手も嫌いだしね。相手が好きなことはないよ。そうだろ？でも関わらなきゃいいんだよ。俺らが関わんないよ。ご飯しないや。ない。じゃあ、ルーシー出てこいよ。なんもないんだよ、別に。ただね、今回そういうキャップが送られてきて、僕の感想はだよ。あくまで、その感想は、俺の放送では普通にこうやってやってるかもしれないけど、ね、陰口言われてるのを俺は知って、ね、その気分は良くないでしょ。今までアンチもやってたわけだしさ、昔な。やってたわけだし。それで、ね、イケシャーシャーと俺が出所しました、復活しました、配信やりました、普通にコメント打ってます、放送は荒れてません。な、これ他の人間だったら頭くると思うよ。僕はでもね、そのね、配信は配信だ、これ、ね、配信は配信と思っているから生放送でアンチコメント打ったりとか、不愉快なことがなければそれで普通にね、送ってもらっていた。で、うちのリスナーさんにも俺はそれを伝えた、この生放送で。だから、理解したか、皆さんが理解して納得したかは別として、俺はそれで割り切ってたわけだ。でも今度、自分がじゃあ叩かれる側になりました。アンチからこうやって俺のアンチから叩かれる側になりました。そしたら、私は配信者じゃないから、リスナーだから、ね、ここのね、アンチオプションのところとは関係ないことでこうやって私を叩くのとか、そういうのやめてくれっておかしな話だろ。都合がいいんだよ。リスナー叩きダメね。リュウジ黙れ。リスナー叩きダメね。あった。リスナーがリスナーを勝手に叩くのはダメ。俺がリスナーを叩いてるときにその人を叩くのはわかるんだけど、それ以外はダメです。お願いします。うちのルールなんでね。まあそんな。そうそう、俺叩き OK ですよ。
すいません。その通りです。はい。いや、あれだな。喉乾いたな。ちょっと歩いたら。すごいよ、ライトが。マジ。防犯のためのライト。初めてこの通り通ったんだ。今気づいたから。さらった時は OK。さらに叩きもあるよ。また雨降ってきた。ちょっとまた公園に戻ろう。屋根公園に。